どうも皆さんこんばんは、フォーマーです。 MHF レールウェイズマップ共有工場マップ開発の会をやっていこうと思います。今回のオープニングはですね、新城支社の新しい路線によって、にぎわっている海岸沿いを、廿日市の一個北の駅、十日町駅の方から眺めていっています。何かっていうとですね、新城支社こちらの方に、国大線っていうのが伸びていたんですが、さらに新線の南新城本線っていうのが通っていて、で途中駅から、こちらの方ですね、晴海線っていうのが伸びています。そしてね、晴海線には、廿日市支社が、運行する第二種鉄道事業者として運行する、晴海貨物と、南新城本線の方を、担当する、南新城貨物っていうのがいまして、こいつらがそれぞれの、線区を担当するんですけど、そいつらはもう、仕事を終えるとこうやって並結してプッシュプル状態になって走っていくっていう感じです。なぜかっていうとね、こいつがね、戻ってくるまでに1回で2回で八日市湾北で折り返して、で廿日市駅の方に戻ってくるのに2回も折り返さなくちゃいけないと、ちょっと面倒くさい感じなんでプッシュプルになるっていう感じです。一方ね、この南新城本線の途中の駅、ニューハマ駅から、分離した先では、推進運転で、資材を配ったり、戻ってきたりするわけですけどね、晴海線に関してはね、ここでもう一回折り返さなくちゃいけないからね。晴海線は、硬直の切り替え、境目があるようなので、こうやって電車が走ってたり、すごいよね、なんかこう日南線みたいだよね、こう大海原に向かってる感じがね、かっこいいな、天気いいですね。だったり、419系かなが走っていたりって感じで、交流直流どちらも走れるように対応してるっていう感じです。はい、すごいですね。で、新城本線まだあります。相模宮線になるんですけど、今まで山の下にある山下駅っていう感じで呼んでたこちらの駅なんですけど、今回、呼び名が変わりました。その名も大田原駅です、ね、小田原みたいな感じだね。大きいから大田原駅なのかな、そんなイメージでおります。さあ、じゃあ前回もね、売上番付を発表するだけで廿日市支社何もしてないやんっていう感じがあったと思うんですが、というのもですね、ちょっと大々的にいろいろやっておりまして、前回発表できる段階にはなかったんです。まずこちらを見ていただきましょう。なん、817系の2両編成が813とつながってんの面白いねと思うじゃないですか。こちらの普通列車、何が面白いかと言いますと、発車いたします。813系で、おいなんか変なのつながってんぞみたいになってます。はい、念願叶えまして、廿日市支社、独自の2階建て車両、2階建て列車を運行するに至りました。新城支社の方で、四国5000っていうのかな、この、マリンライナーの車両を発注するっていう噂を聞きまして、車両メーカー、これの場合はどこなのかな東急車両、違うね、今でいうジェートレック総合車両製作所さんの方に、新城支社さんが作るんなら同じ設定図で作ってくれませんかって言って、2階建て車両を買ったっていう感じになっています。E531 系と同じ感じでね、4号車5号車が2階建てになるようになっています。これでね、今まで普通列車が全く走っていなかったオーシャンブルーラインね、青井道本線の並走区間から廿日市までと、エクストリームトラムが走っていた海岸線の方だね、もうほぼグレーンが通るルートの途中、最後まで、この謎の普通列車が走り出すようになりました。
そうなんです。それのおかげでね、こちら、学術都市になってます、本郷東大駅の方にもやっと止まる列車ができたっていう感じだね。合わせてね、普通列車だけじゃなくて沿線に資材をかもるか配るために貨物列車の方も走らせています。もう夜も昼も走ってくれてます。距離が長いからね。合わせてこいつには、並走区間の貨物輸送も任せているんで、本当休みなしでひっきりなしに走ってくれてます。はい。さあ、先ほど言いました E531 なんですけど、もう戻ってきたかな。戻ってきちゃったね。はい。E531 こちらの方はもうちゃんと、海岸線の方に浮気することなく、青井道本線のラッシュ時の快速として運行してくれてます。なぜ E531 なのか、まあそれは他の支社で使わないからって言ってもらったっていうのもあるんですが、こちら青井道本線の方も新城支社の晴海線のことを言ってられなくてですね、この廿日市のこちらの方ですね、この謎に、人線に2つ止まれるようにしたこの位置において交流と直流が分かれてしまってます。こっち側が交流だね。あのグレンとかも走ってるし、でこっち側が、直流だね、相鉄2万とかが走ってるからね。ここを越えて走っていく運用をするんですね。っていうか青井道本線なんだから、そういう投資の列車があってくれよっていうフォーマーの願いもあってですね。なんで高直列車である E531 に白羽の矢が立ったっていう感じです。よりによってね、一番忙しい時に、忙しいラッシュの時間帯に直通運転するのかね、遅れが伝染するじゃん、何考えてんだよっていう感じです。あ、ちなみに地味なんですけど、Sトレインですね、新中高架支社と、直通をしておりますエストレインなんですけど、廿日市社は1編成だけ、この運用に捻出しておりまして、東部の、5万系と見せかけて5万90系が走っております。エストレインはね、指定席運転をするからね、その関係で、ちゃんとクロスシートにもなる5万90系が走っているっていう想定です。ちゃんとエストレインの筋で走ってるんでグレンとこの24階地の方で謎に並走します。それぞれルートは違うんだけどね、みんなどっちも26階地小島の方で、下側にこういるわけだけどねほぼ同時着っていうね。はい。そして、グレンで思い出しました、グレン新星原から北川新幹線に乗り入れてるっていう話をしたんですけど、あ、いいねネオタワー立ってるね。まあフォーバーが立ってたんですよね。ここから大都会が見渡せるようになる日もそう遠くないのではないかと思います。あ、今見えますね。はい、こちら、新幹線北川号、マックス北川号が走り出しました。E1系だね。ちょっとね、12両編成は A 列車の世界では組めないからね、仕方なく、8両プラス4両で組んでるっていう感じです。まあね、本物の E1 系も4両ずつユニットで区切ってたはずだから、こういう編成は可能なのではないかな。もうピストン輸送を間髪入れずに、2列車が行ったり来たりしています。これでね、北川新幹線走ってるのはグレンだけじゃんってことを言わせないようにはなってます。外界からね、バンバンお客様を持ってきてほしいなと思います。いいね、こうやって見ると E1 系ってかっこいいよね。2階建て新幹線、ちょっとしばらく、もうちょっとしばらく走ってほしいなと願うばかりです。そして、廿日市支社にとっても、あと新城支社にとっても大ニュースがございます。何かというと、相模宮東線かな、相模宮東線の、佐賀よりこの先の区間だね、この海底トンネルを通って向こうに渡っていくこの区間、なんと廿日市支社が譲り受けました。はい
相模宮東線の佐賀より東の区間、もうほんと東の区間だね、こちらの区間に関しては私フォーマーが譲り受けております。で、ちょっと線路を引き換えたんですよね。何かっていうと、じゃじゃん、こちらの駅皆さん見覚えありますでしょうか。はい、新城本島が望める、なんかしがない駅であった27日市の駅になります。27日市かな、こちら、先ほど言いました、謎の2階建て列車も来ているんですが、どう通っていくかというと、ここから海底の方に入っていきます。そして、マーサン新城支社が通ったトンネルからちょっと、ルートを変えまして、よいしょよいしょ、じゃじゃんと、こちら、久慈の宮の方に、渡ってくるっていう感じになります。こちらは米田原坂って駅だね。ここ特急停車駅でも何でもなかったんだけど、端っこの久慈の宮より立地いいんじゃねっていうことで、じゃじゃんと開拓をいたしました。埋め立てをいたしました。で、こっちをちょっと新生相模宮東線の拠点駅にしていこうかなと思っているところです。なかなかねいいんだよあの海底トンネルをくぐって26階地小島の方にね通勤もできるしね。はい。で、列車自体はこちら、久慈の宮の方に来ています。で、久慈の宮から先端はまた、新城支社になってます。マップ外の方ね。で、415系をすいませんが20日市支社の都合で、20日市支社のダイヤで走らさせていただいています。もうこっちの方にはね結構大忙しなんだ、佐賀方面から来る普通列車と特急列車、あとオーシャンブルーラインから来るあの謎の2階建てがついた普通列車と、あとグレンをさばいてるから、なかなかこう忙しい感じの駅になっています。ちなみに佐賀方面から来る特急はこちら、特急セフリーになります。先ほどね、ルートを変えたっていう話をしたんですが、ここだね、昔はねこっちの日瀬峠信号場から、くぐって、地下トンネルにこうぐるっと入ってたんだけど、今回、ショートカットするルートを作ってしまいました。そのせいでこちらこう山をぼっこりくり抜いたような日瀬峠信号場なんですけど、今回駅にランクアップさせていただいております。日瀬峠駅になります。そしてこちら大海原っていう駅になります。もうだってねもう一番外だもんね、あの向こうはマップ外と見てはダメなんだよ海の青色がつながってるっていうことで見てください。こちら大海原っていう駅もありまして、こちらあの久慈の宮半島っていうのかな、久慈の宮島っていうのかなの、車両基地的な駅として使っていこうかなと思っています。まだちょっとねあんま使えていません。ここもねなんかニュータウンとして、使えるかなと思って一応平らにはしてます。資材がね通り出したらまた変わってくるんじゃないかな。はい。廿日市社の南側の開発まだまだとどまることを知りません。三十日市から適当なダイヤで走らせていた川山伊佐新と湯布院の森なんですけど、前回、努力賞にも輝いたやつだね。ちょっとそろそろあのこっち南側開発しようよっていうことで、こちら西海市美奈島ですね、西海市美奈島の、方をちょっと開発しようと思って、この海上神社厳島神社みたいなやつを建てさせていただきました。もう儲かるかどうかわかんないけどね、まあまあまあちょっと乗客皆無は予想っていうことで、まあまあ苦肉の策というかそんな感じで建てさせていただいてます。いいね、ちょうど夕日が差し込んでね。はい、そんな感じかな。ちょっとね前回鉄道の売り上げは、それほどでもなかったんで、今回相模宮 P
極東線っていうのかな佐賀より南東側をもらったことで、このグレンもいい感じで走るようになりだし、ましたんで、まあ鉄道の方も設けていければなと思うところです。ちなみにね、この久慈宮側は、普通の在来線なんですけど、こちらこの海底トンネル区間は、高規格線路になってますんで、グレンちゃんと、時速、320キロで走るようになっています。ちょっと上り坂は減速するんだね。はい、320キロです。で、こちらね、26日市小島からはまた在来線になるんで、130キロを、最高速度として走っていくっていう感じになっています。これでグレンのね、売り上げがちょっとでも改善したらいいなと思っているところです。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とかいいんでですね、ぜひ、コメントいただければ嬉しいなと思う限りでございます。